ああ、そうね。実際、なんでこのタイミングで、マイクロチップみたいなやつをゲットしたのかとかっていうのも、確かに疑問には思ったけどやせ。けどやで。多分これで解読できるんやろな。そうそう、めっちゃギリギリに解読書みたいに出るやんとは思った。あ、ここ行けるんや。へえ。あ、これ輸送だったのか。レピンにすぐ来れるんだな。じゃなくて、どこだっけ、ここだっけ。え、何これ。南、え、ちょっと待って、メモる。南、南西、南、東、南、オッケー。あんな人いなかったよなって喋ったら、多分これ砂漠のことだよな。違う、どれ？どこだっけ？これだこれだ。強力な暗号が封じられて、あれ、まだ無理か。まだあんのか、データチップ。あれかな、虹の貝殻かなんかで交換するんかな、もしかして。とりあえずこれは砂漠のことだろうから、砂漠行ってみましょう。うん、ちゃ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 。南、南、どこある？空いてるだけか。あれ？東、南、西だよな。下だよ。南、わからない。あれ、まだ続きがあるのかな。まだ出てきてないってことかな。
とりあえず元の世界に一回戻るか。ブリスクにある。ブリスクにある。あ、画家さんってもしかしてあいつのことか。ごちそうさまいらっしゃい。ちゃおちゃお。何もかブリスクの、ブリスクのモデルが本当の自分を描いてくれる画家を探しているもぐか。そういった調整を求めてたもぐよ。今すぐ出発するもぐ。来た。多分これじゃね。オッケーオッケー。来た。今日は足のひもぐ、素晴らしいミューズを見つけてくれて感謝するもぐよ。どうぞ攻めてみの俺もぐ。よしよし、これでラストかな。まだあるかな。サンゴの滝。サンゴの滝に宝なんかあったっけ。あった。違う。違う。今更いらな。あった、あんなとこに。これか。
なるほどね。こうか。まだあるか。ん？あ、ここだ。謎の装置は停止している。はは、ここだ。なんじゃこりゃ。ビジョンが浮かぶ。あー、なるほど。そういうことね。確かに呪い解いてないわ。これなんだろう。うわ、これ虹でしょ。お？これなんだ？我や。ゼイルと我や？あれ？ほうほうほう。いや、とりあえず1個は虹ってのが分かった。んで、もう1個が、そうだね、終わってないね、あそこね。確かに。確かにってちょっと思っちゃったわ。確かに終わってねえわ。どこだっけ、店。2階。出てこねえ、あと1個。お、でももらえないってことはこれやってんな。じゃあどれだ？どれだ？おー、なるほど。入られへんのか。お、なんだ。はあ。
スマホモの大会参加しよう。仲間を2人しか連れていけない。大剣霊術さんをの身代わりの人形は面白そうだし、他の、ん？なるほど、バッチリだよ、行こう。なるほど、もちろん。まさかこんなことになるとは。こんにちは、ブリスクの遠方の街の皆様、スマウボの大穴格闘場へようこそ。本日は極めて特別の日となりました。なんと我らが新たな挑戦者を称える、あの運命の日に我らの町を破壊から救った無敵の月の武闘争です。もうマジかよ。水の中でも息ができるって話だ。ひゃほー、ドキャリのためなのか。それでは、息ガラスの魔人ことベストとその仲間たちを感謝し、歓迎しましょう。ヒューヒュー、ベストベスト。彼らは果たしてブロンズ級の挑戦に立てるのでしょうか。実に楽しみです。最初の対戦者は、陽に名を馳せし不屈の魂を持つ魔物たち、爪なしカニカニ団。待ってました。では皆さん、戦闘始め。爪なしカニカニだ。信じられません。爪なしカニカニ団の記録的なスピードで倒されました。では次の試合です。アームランドの刺客ごとボムボム爆弾ブラザーズ。こいつは見ものだ。ではでは皆さん、戦闘始め。爆弾投げ。いた。あ、ミスった。なんというっすね、ボブモブ爆弾ブラザーズがまるで歯が立ちません。静かにしろよ、視界の声が聞こえないっていうのは。それでは本日最後の決戦です。呪いの森で生まれたブロンズ級の王者
ぐる、ぐるぐるグーフ団に大きな拍手。あ、ぐるぐるや。ぐるぐる。あ、久々は。ぐるぐる。こいつら好きよ、私。かっこええな。友達があのポーズ得意でさ。あのポーズ得意、みんなできるやろ。みんなできるやろ、ポーズは。ぐるぐる。するする。あ、もぐもぐや、やめてほしい。皆さんやりましたよ。ベストたちがブロンズ級の王者を撃破しました。それでは本日のマッチは終了です。おめでとう。ブロンズ級制覇、副賞どうぞ。おめでとうございます。サファイア、スワームの格闘場参加する。シルバー級、シルバー級か。ゼイルとセライナはどうかな。いいとも。こういった娯楽は好きではないが、お前にとって意味があるなら出よう。ありがとう、セライ。こんにちは、ブリスクの遠方王の皆様、スマウモの大穴格闘場へようこそ。我らが新たなファイター、生きガラスの魔人ことベストがシルバー級に挑むべき、戻ってきました。いけいけベストベスト。またもや圧倒的な戦いが期待 できそうですな。なぜなら今回は彼を支える大災厄から我々を救った太陽の、ま、魔剣士のその人なんだな。光になって飛べるってマジかよ。それでは戦いを始めましょう。すごい、伊豆湖から船で乗り込んできたトゲトゲ、トゲトゲ海賊団に大きな拍手を。怖っ。あんな敵おったっけ。あんな敵おったっけ。うわ、下手くそ。
出だしは校長トゲトゲ海賊団は瞬殺されました。では戦いを続けましょう。剣舞にかけてはベストオブベストの実力を誇るチームの登場です。いでよファンシーファンファンファンシーフェンシングフォース。応援しちゃうぞ。やっぱりベストだ。ではでは皆さん戦闘を始め。こんなやつらおったっけあんなやつらおったっけ。うわ、マジか。ああ。お、すげえ、めっちゃ回復するようになってるやん。やる。うわ、ギリ足りん。あ、そういえばそんなんやってくるやつやったな。いった。高くそいて。まさしく前代未到のパフォーマンス。どうやら本日最後のマッチをお届けできそうです。静かに。シルバー級の王者はご多忙のため、今回も本人の挑戦が叶いませんでしたが、新作の戦士を代役に立ててまいりました。何でも砂に触れた瞬間そのものは目覚めるとか。皆さん準備はよろしいですか。
人は声が聞けませんよ。本当に準備はよろしいですか？イエーイ。それでは戦いを始めましょう。時計職人がシルバー級の王者のタイトルを死守すべく送り込んできた刺客。うわーすげーでかー。時計仕掛けの魔人の登場です。来いよ忙しいんだじゃないんだよ。まあ来いよ時計職人。こないだよりでっかいぞ。ではでは皆さん戦闘を始め。いや足りひんな。2ターンじゃ足りひんな。そやな、2ターンじゃ足りひんな。2ターンで足りひん、この理不尽さすごいムカつくな2ターンじゃ足らへんのよ。ほんまによ2ターンじゃ足らへんのよ。それタンでも足りひんけどな。ええわ。回復しよう。友達の時間。わあ、なんか出てきた。マジか。ほほほほほ、おぼいて。こっちは大丈夫。次よな。入るか？
よし、OK、いた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 、よし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 、よくミスるからな。いや、ラッシュはもうちょっと置いとこうか。太陽、太陽、これ物理的に無理やな。おお、これの時間違う、さっきと。マジか、マジか、てっきり。何しても、まだか。うん、おかしい。無理だろ無理やろ、それ物理的に無理やろ。ですよね、無理じゃん、ふざけんな。ふざけんな。信じられません、時計仕掛けの、悪魔を倒してしまった。ゴールド級、本日のマッチは終了です。おめでとうございます。シルバー級を制覇、副賞をどうぞ。おめでとうございます。サファイアゲット。ティエンさんいらっしゃい、ちゃおちゃお。ちょっと休憩しよう。ああ。ここはもうメンバー限定でいいやってちょっと思っちゃった。装備を整えたとこから動画にしようと思って。喋りながらやっても全然できるな。ついついゲームの方集中しちゃうよね。さあ行きましょう。さあゴールド級に行きましょうぞ。誰行くんやろ。ゴールド級まで来たぞ。これが最後の階級だよ。バレアとゼール、ここは君たちが加わってほしいな。もちろんだよ。いいとも。は、そしたら行こうか。まあ、回復はここでペイできるから。大丈夫か。皆様、ブリスクと遠方の皆様。ん?こんにちは、ブリスクと遠方の町の皆様。住まうもの、大金。闘技場へようこそ。実はゴールド級のバトルです。ん?本日はついにゴールド級のバトルです。誰がベスを止められるのか。おー、来たー。今日は俺の、ん?ちなみに今日は俺の誕生日。おめでとうおめでとう。誰か知らんけど。本日のマッチは、
マッチの唇を切るのは、大釜、大釜山、大釜山の燃える奈落の底からやってきた、ビッグバギー&バッドバニーズ。ああ、そんな奴らいたね。ではでは皆様、はじめ。そんな奴らいたね。モリモリで来るね。無理だよ、そんなの。そんなしょっぱなからモリモリで来るとか無理よ。こいつら。よし、敵落とした。よし。あ、やらかした。回復しときゃよかった。まあ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 、次がベーシックベイストメイトバッチ。回復役いねえぞ。ではでは皆さん、戦闘開始。困ったですね。きちい。まさかおやつなしか。そっか、おやつなしなんだっけ。回復1匹落とすのはきついな。
クソが。わからんしな。うわ、起きてねえんだよな。落ちねえ、あれも。いや、ギリ間に合わんやろこれ。落ちねえ。それむずいぞ。